おった。よし。おはようございます。釣り子 TV です。この赤いセット再びっていうことで、実はですね、このレボビーストロケットとダンクルのセットでですね、いい魚が釣れていたので、まずはこちらをご覧ください。おはようございます。釣り子 TV です。今日のタックルはこんな感じ。レボのですね、ビーストロケット、すごいハイギアでね、糸巻き量がっつりなやつ。それに、ダンクルですね、ジャッカルのダンクル。そんでもって竿がですね、アブのファンタジスタレジスタのランカーキラーというですね、大きめの魚狙うときに結構ね使っている、そんな竿、この組み合わせで頑張ってみたいと思います。ダンクルフィッシュ来ましたよ。あーでかい、すげーよく引いた。ちょっとね釣れないんでだいぶポイントを休めて、そろそろいいかなーなんつって投げたら来てくれました。あーがっつりかかってる、アシストもかかってるからね、抜き上げちゃいましたけど、こんなですよ。イエーイ、これはいいサイズなんじゃないですか。でタックルはね、レボビーストロケットにアブのレジスタランカーキラーってやつね、フロッグとスイムベイトにいいよっていうね、まさにな組み合わせ。よっしゃ、サイズは48ってとこですかね、48ぐらいね、ダンクルとレボビーストロケット。はい、じゃあ逃がしてあげます。というわけでね、実はね、先日動画であげたと思うんですけども、このセットで1匹結構いいサイズの魚を釣って、でその後にね、なんとね、また、釣れてしまったっていうのがあって、これはこれで動画にしたいなと思ってね、まとめてみたんですけども、このビーストロケットのポイントはですね、結構前の動画でがっつり喋ったのかな、喋らなかったのかなという感じなので、まあそちらでということで、今回ですね、感じたのがですね、動画の冒頭でもやっているんですけども、これね、ダンクルの7にアシストフックつけてるんですけども、こいつがやっぱり便利だなぁなんて思ってですね、両方ハタさんハタさんなんで、そりゃそうなんだろうと思うんですけども、このね、スイベル、この独特なスイベルがね、本当いいケツビレの位置というか、そこにアシストフックを持って行ってくれて、でこれ買う前は P ラインでここに結んで、そこからトリプルフックをつけてなんていう感じでやっていたんですけども、あーまあなんか専用のものあるみたいだなっていうことで、これね買ってみてね、使ってみてるんですが、非常にね、しっくりきて、まあ、結果はなんか普段これをつけてない時は大して俺
これダンクルの7って釣ったことないんですけど、このセッティングでやりだしてからですね、非常に具合がいいなって。まあ通常の腹張りはここにこうやってついてますよね。でそれとは独立して、この専用のポイントからで、このね、保持する部分もね、すごい使いやすいんですよね。でそこまで身もボロボロにならないんで、外れてもあの元あった穴のあたりにこうツンって入れるとですね、はいっていう感じで、非常に簡単で、そんでまあ効果的だなっていうことでね、こんなセットで、釣っております。で引き続きですね、フロロカーボンはこれ16ポンドのフロロマイスターってね、クレハの糸ですけども、これがねまあめっぽう強くてですね、まあ結び直しとかはもちろんしてるんですけども、そうですね、前回45前後の、今回48前後のとか、まあ抜き上げても全然ねびくともしないっていうね。そんでまあそういう釣りをした後は切って結び直ししてっていう感じで使うんですけども、まあそんな感じになっておりまして、でタックルの方はですね、こんな感じで、赤い色が綺麗な、レジスタシリーズに赤いボディのですね、ポケットビーストっていうことでやってますが、まあ、前回もちょっとお話ししたんですけども、今回もですね、今回は流れの上側から下側に投げて、ゆっくり動かしてってね、やっぱり目視して、目で見て、あんまり速くなりすぎないようになーとかね、あんまり、まあ遅くなりすぎるってことはないんですけど、止めてるだけでこう、お尻が動いちゃうような、そんな流れだったんで、こういう大きいルアーで視認性のいいものをですね、目で見て操ると本当にね、とっつきやすいなっていうのがあるんで、こういうハイギアリールね、アブ以外にも、例えばダイワの、ジリオンとかね、いろんな番手が出てるんで、新しいこのスーパーハイギアでなんか、慣れないなぁなっていう人は、目視してやる釣り、まあ、例えば濁ってる水域であってもトップウォータープラグの釣りとかですね、そんな、まあ、感じで使っていくと、あ、ピンと来るところが見つかるんじゃないかななんていうのは、感じております。そしてね、やっぱりね、非常にパワフル、最大ドラグ力も高いはずですけども、ちょっと大きめの魚とかね、かかってもね、がっつり抜き上げても不安がないね、そんなドラグ力がありますっていうところですかね。うん、ほんとね、これはね、買ってよかったなーなんていうセットなんですけども、その他にはですね、このランカーキラーってね、レジスタの竿ですけども、これはちょっと古いモデルになるんですよね。3M ってね、書いてあるやつで、その頃のブランクが好きで、今でもね、大事に使ってるんですけども、よくよく調べるとこのランカーキラー1なんですけど、ランカーキラー2ってのがあるみたいで、そっちはね、それもまあもうちょっと時は経ってるんですが、なんと、グリップの変更ができるよとか、いろいろ実はアイデア満載で魅力的で、さらに軽くてみたいな竿があるみたいなんで、まあそこら辺もちょっと探し出してみようかななんていうふうに思いつつですね、このランカキラー1の時点で非常に使い勝手がいいので、引き続きいろんな釣りにね、使っていこうと思います。まあそんな感じでこのセットね、お気に入りで使っているんですが、あ、そう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 、そんでこのレボビーストロケットで結構無理くり軽いルアーを投げて釣ってみたりとかもいろいろやってたんですけども、この 5-60g のルアーですね、ここら辺の重さのルアー投げるときにすんげー使いやすいです。あ、やっぱりちょっと軽いのは俺無理くり無理やりエイヤーって投げてたんだなっていうのをね、感じたんで、まあスプールもでかいし深いし糸もいっぱい入ってるし、昨今のですね、まあ最新のこうシャーってね、どんなルアーでも投げれる、リールと比べると、やはりね、こういう重いルアーの方が得意なんだなってのはね、一日いろいろ投げてすごい感じましたね。まあ、そんな感じで適材適所でいろいろな、タックルいろいろな釣りね、使っていこうと思いますので、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣りこう TV はこちら、こんなね、赤い装備でいい魚が釣れたぜってこういう動画でした。はい、釣りこう TV でした。